2015年8月20日、韓国聯合ニュースによると、ソウル市が日本統治時代に建てられた韓国国税庁別館の取り壊しを完了し、かつての日本公使の銅像を逆さまに建てるパフォーマンスを行う。国税庁南礼門別館は、1937年に朝鮮総督府逓信局庁舎として建てられたものだが、ソウル市が4月から取り壊し作業を行っていた。ソウル市は、これに合わせ、朝鮮党幹部官邸のあった場所に、日韓併合への道筋をつけた日本公使の銅像を逆さまに建てるパフォーマンスも行う。1900年に中韓日本公使として赴任、日韓協約の締結に携わったが、解放後に、その銅像は破壊され、後に台座部分だけが見つかっていた。市は、今回、台座の石を、あえて逆さまに設置することで、恥辱の歴史を忘れないようにとのメッセージを込める考えだ。これについて、韓国のネットユーザーからは、次のようなコメントが寄せられている。日本統治時代の建物は、取り壊すよりも公衆トイレとして活用した方がいいのでは？政治家には、日本統治の名残がまだ残っている。文化財としての価値がある建物は、そのまま残しても良いと思う。ドイツでは、後世に戦争の悲惨さを伝えるために、破壊された教会を復元せずに残している。日本統治の名残は、子供たちに教えるため残すべき。建物だけなくせば済むのか？税金がもったいない。親日派の財産を没収して施設を作ろう。銅像を逆さまにするって誰のアイデア？どうせなら日本大使館の前に建てたら。逆さまに銅像を建てるってレベルの低さを晒してる。バカバカしい。